アキラッチのスカッと皇室、雅子様適応障害犯人、週刊新潮の二重基準、平成飛ばしの真実、美智子が土下座。はい、ともガチです。デイリー新潮に皇室のクリスマスと記事になってましたね。クリスマスシーズンが近づいてきましたけども、この時期は愛子様の誕生日でもあるわけですね。まあ、もうじきね、23歳の誕生日ですね。天皇陛下は新党の祭祀だけども、ご一家もね、一般家庭と変わりなく聖夜を家族で過ごすのを楽しみにされているんですね。まあ、クリスマスといえば2007年12月に夜景の名所でもある恵比寿ガーデンプレイスのイルミネーションを鑑賞するために天皇ご一家が訪れたことがあるようです。まあ、だからね、愛子さまが6歳の時ですね。まあ、この写真ですね。この写真が恵比寿ガーデンプレイスでの写真のようですね。2007年12月ですね。雅子さまが天皇陛下との結婚を承諾されたのは1992年12月12日で、その直後に雅子さまは皇室入りの一大決心と両親への感謝をクリスマスカードに綴られているようです。まあ、カードにはね、新しい人生の一歩を踏み出す決心をすることができました。温かい家庭でずっと幸せに育てていただいて本当にありがとうと綴られたわけですね。雅子さまもね、美智子さまもミッション系のキリスト教会を併設した学校で学んだわけですね。雅子さまが通った田園調布双葉学園はカトリックの女子高等ですね。田園調布双葉小の3年生に編入されてから、まあ、中学校高校に関してもここに進学したわけですね。ちなみにね、まあ、中学校の時に関しては雅子さまがソフトボール部を結成したようですね。こういう形でね、自らソフトボール部を結成ってことが書いてますね。だからまあすごいね、ソフトボールが好きなんでしょうね。それでまあ体育奨励のため天皇杯皇后杯を新たに日本ソフトボール協会の2大会に贈られることも発表したわけですね。だからまあ相当ね、ソフトボールが好きなんかもしれませんね。だからよくね、雅子さまが仲間創価学会とかね、言う人もいますけども、まあ、完全にね、紀子さまのスライドですね。紀子さまの、まあ、祖母ですかね、まあ、創価学会の出版社から出してましたよね。ちなみにね、美智子さまも姉妹校の双葉学園に通われたようですね。双葉幼稚園から双葉小に入学して、聖心女子学園中等科へ入学して、まあ、ここに関してもね、ミッション系で、キリスト教の価値観に基づいて、愛と希望を持って生きる姿勢を育てることを教育方針に掲げているんですね。まあ、美智子様からはね、そのような価値観とかは備わっているようには思いませんけどね。まあでもね、美智子様は史上初の民間出身の皇太子妃となったわけですね。雅子さまもね、同様に民間から皇太子妃となったわけですね。1986年に雇用機会均等法で女性の社会進出が注目をね、浴びている中、外交官の卵というキャリアを捨てて皇室に入ったわけですね。ただね、なかなかまあお子様に恵まれなかったことと、精神的に国際親善のため外国訪問に取り組んだことをリンクさせて、海外にばかり行きたがってお世継ぎ作りをまあ軽視しているとね、心ないバッシングをされたわけですね。ちなみにね、まあ、その時に雅子様のバッシング記事を書いたメディアとかをチャット GPT に聞いてみました。そしたらね、まあ、週刊文春や女性セブンや週刊新潮で、まあ、この記事を書いている週刊新潮も雅子様を批判する記事を書いているわけですね。まあ、これがね、他人事のように記事をね、書いていて、実は加害者なわけですね。心ないバッシングをね、されたって感じで書いてますけども、心ないバッシングをしたのはこの記事を書いている週刊新潮なわけですね。他人事のような記事を書いていて加害者なわけですね。ちなみにね、週刊文春は雅子さまの外国訪問を外遊とね、揶揄して、国内での公務よりも海外での活動を優先していると批判する記事を掲載したわけですね。さらにね、女性セブンも雅子さまが海外での公務に熱心である一方で、皇室の伝統的な役割であるお世継ぎの問題に対する取り組みが不足していると指摘する記事を掲載したわけですね。伝統的な役割がお世継ぎってことでね、もっと伝統を言うと側室がそのね、役割を担っている側面もありましたからね。やはりね、雅子様にだけ集中的にそういったね、バッシングをしたわけですね。そしてまあこのね、記事書いている週刊新潮に関しても、雅子様の海外訪問が多いことをね、取り上げて、国内での公務とか皇室の伝統的な役割を、まあ、軽視しているとの批判記事を掲載したわけですね。
ちなみにね、まあ、週刊新潮に関してはもっとね、まあ、詳しくって感じで聞いてみると、雅子様がね海外訪問への意欲を示された時に皇室の伝統的な役割をね、まあ、軽視しているということで報じられて、で雅子様に関しては結婚以前は外国にね行くことが生活の一部となっていたということで、でもね外国訪問が難しいという状況に関しては適応することに大きな努力がいったということで述べているわけですね。で当時のね湯浅長官は、まあこれはねやはりまあこの頃に関しては女性は結婚したら子供をね産んで、まあ、子育てっていうねムードが強かったんでしょうね。まあ相当ね宮内庁が守るどころか攻撃側だったからね余計にまあ叩かれたんでしょうね。まあこれらの記事に関しては雅子様の活動を一面的に捉えて誤解とか偏見を助長するものだったわけですね。で雅子様はその後もね公務に真摯に取り組まれて多くの国民から支持と理解を得られているわけですね。まあこのね2002年の12月っていうのがちょうどね天皇皇后両陛下がニュージーランドとオーストラリアを訪問する直前の記者会見で言った発言ですね。雅子様がね結婚以前は外国に行くことが生活の一部となってたってことね、まあ、外国訪問がね難しいという状況は適応することに大きな努力がいったと率直にねお気持ちを述べられたわけですね。まあ、この発言を受けてから当時の湯浅宮内庁長官が、まあ、外国訪問をねあれだけなさりたかったのかってことで正直言ってね驚いたと述べたわけですね。まあ、これがね皇室内外で議論を呼んだようです。まあ、つまりね湯浅宮内庁長官の方がなんかね上の立場で、まあいつそんなにね外国に行きたかったんだって感じで、まあ、そういう表現ですよね。まあ皇族を守るどころか上から目線で語ってたわけですね。まあ、この辺の発言がねなんかまあ物語ってますね。まあでもね週刊誌とかは湯浅長官と同じ意見でね記事を書くんで雅子様が適応障害になったわけですね。まあ、今でもね彬子様と信子様の問題を宮内庁は放置して皇族を守ってないですよね。雅子様に関しては2003年12月から帯状疱疹と適応障害で長期療養に入って2004年5月に天皇陛下が皇太子としてスペインなど欧州3カ国歴訪を前にしてねその記者会見で雅子のキャリアやそのことに基づいた雅子の人格を否定するような動きがあったと、まあ、これがねいわゆるまあ人格否定発言を行ったわけですね。まあ、こんな感じでね天皇皇后両陛下がニュージーランドとオーストラリアに、ね、行く前の会見で雅子様が思いをね語ったわけですね。雅子様はね、まあ、結婚以前の生活ではね外国に行くことが頻繁にねあって、まあ、そういったことが私の生活の一部となってたということで言っていてね、まあ、6年間の間外国訪問をすることがなかなかね難しいという状況に関しては、まあ、正直申しまして私自身その状況に適応することになかなか大きな努力がいったということですね。まあ、6年間もね外国に行かせてもらえなかったんですね。まあこれはね明らかにおかしいですよね。だからまあ子供をね産むまで外国に行くなって感じのムードがあったんですよね。だから美智子様がね絡んでるのか宮内庁もね絡んでるのか、まあ、両方なんですよね。だからこの頃はねいろいろとあったわけですね。まあ、今もね問題多いんですけどね。ちなみにね恵比寿ガーデンプレイス訪問直前の2007年8月には雅子様がお世継ぎ解任を強要されて人権を失ったとしてイギリス生まれのフリージャーナリストのベン・ヒルズ氏が雅子様の伝記と称して単行本プリンセス雅子を出版しているようです。内容をねチャット GPT に解説してもらいました。プリンセス雅子はオーストラリア在住のイギリス人ジャーナリストベン・ヒルズ氏による雅子様の伝記的な著作ですね。この本は皇室制度や雅子様の人生について批判的な視点で書かれていて雅子様の苦難の物語に焦点を当てているようです。まずね雅子様の経歴と背景で雅子様が外務省勤務のエリートとして活躍をしていた時代とか留学先のハーバード大学での生活でね外交官としてのキャリアについて紹介されているようです。まあ、この輝かしすぎるね経歴ですからね。そしてまあ金城陛下との結婚が彼女のキャリアにどのような影響を与えたかについても触れているわけですね。まあ、皇室での生活の苦悩で結婚後雅子様が皇室の厳格な規則や伝統の中で自由を奪われたと感じたことについて詳しく述べているようです。特にね男子のお世継ぎを産むことを強要されたっていう主張がこの本の中心的なテーマの一つとですね。まあ、ヨーロッパに関してはすでに直系長子が主流になってましたからね。それでね精神的なプレッシャーと健康問題で雅子様が適応障害と診断されて長期間公務から離れることになった背景についても書いてるわけですね。筆者は彼女が皇室のプレッシャーや孤立感によって精神的に追い詰められたとしているわけですね。まあ皇室の環境が適応障害にさせたとですね。
本来はね、そうならないように上皇ご夫妻や宮内庁が守ってあげなければいけなかったのにね、真逆な感じになってますよね。それでね、皇室制度の批判で、著者は日本の皇室制度が非常に保守的で、個人の人権や自由を制限していると批判しているわけですね。まあ、この視点から雅子さまがね、菊のカーテンの囚人であると象徴的に表現しているようですね。結構まあ過激ですね。まあ、皇室内部の権力闘争やメディアの役割として、本書では皇室内での力関係やメディアが皇室をどのようにね報じて雅子さまを追い詰めたのかについても言及しているようです。まあ、この頃からね、問題の本質を分かったわけですね。だからね、イギリスはエリザベス女王のプラチナジュビリーで平成飛ばしの映像を公開したのかもしれませんね。まあ、こんな感じでね、まあ、平成飛ばしのプラチナジュビリーの、ね、映像をまあ公開してて、まあ、日本とイギリスの、まあ、このね、皇室の関係というか、まあ、それも紹介する動画でね、まあ、平成飛ばしがあったわけですね。まあ、こういう形でね、日本とイギリスの皇室に関してね、紹介していて、で、まあ、このね、昭和から、まあ、この令和って感じで、平成が飛ばされたわけですね。なかったことにされたわけですね。まあ、この辺もね、そういったまあ本から、まあ、上皇ご夫妻が問題だったことを分かってたのかもしれませんね。まあ、この本のね、反響と批判に関しては、この本は日本国内外で注目を集めたようですけども、日本では多くの批判を受けたようです。まあ、これ意外ですね。日本でも批判を浴びてたんですね。特にまあ事実確認が不十分であるとの指摘とか、皇室や雅子様に対する配慮が欠けているという批判があったようです。まあ、この雅子様への、ね、配慮というか、雅子様を思っての本だと思うんですけどね。ただね、まあ、海外の方では皇室制度や性別に基づく伝統への問題提起として支持があったようですね。まあ、日本でね、批判というのはやはりね、この時代がいかに終わってたのかをね、物語ってますよね。日本政府や皇室の反応として、日本政府はね、この本の内容について不正確な記述があるとしてコメントしてね、出版社であるランダムハウスに抗議したようですね。まあ、そしてね、宮内庁もこの本の内容が事実に反する部分があるとして懸念を示したようですね。日本政府が反応したんですね。まあ、この反する部分がね、あるとか不正確な記述があるということだから、まあ、逆に言うとね、概ね事実と発言することもできたわけですね。この本に関しては概ね事実と言えるわけですね。でもね、反する部分があるとかね、不正確な記述があるってことで、一箇所でも間違えたらそういう形でね、言えるわけですね。裏を返せば概ね事実と見ることもできるわけですね。まあ、最後にね、プリンセス雅子は日本の皇室制度やジェンダー問題について議論を巻き起こす一方、著者の主張や取材方法についての賛否が分かれる作品ってことですね。まあ、皇室に関してはね、まあ、取材しようがないですよね。この本を通じて雅子さまの人生や皇室の在り方に対する国際的な関心が高まったと言えるでしょうとですね。この頃は海外から評価されたわけですね。まあ、ちなみにその、ね、批判殺到された本の Amazon 評価を見てみました。そうするとね、53個の評価で星 4.4 やからめちゃめちゃね、高いですね。めちゃくちゃまあ支持が高い本ですね。藤田真理子さんが日本語にね、訳してやってる感じで。だからまあ最初はね、英語とかで出版されたでしょうね。まあ、それを日本語に訳した本ということで、日本政府はね、批判殺到でしたけども、日本語に訳した本を出版すると大絶賛ですね。日本政府の批判が間違ってるわけですね。だから、まあ、雅子様に関してはこういったことがあって公務欠席が続いて、まだ幼かった愛子様を連れたプライベートの映像に関してはレアだったわけですね。だからね、まあ、ご一家揃っての恵比寿訪問には注目が集まったわけですね。まあ、報道陣の殺到も予想されたんで、宮内庁は報道関係者と分かんないような商業施設の一般客に紛れる形で取材をしてほしいと規制したようですね。これがね、行き過ぎた報道統制だと反発を招いたということで、まあ、そういったエピソードもあるようですね。まあ、全然ね、行き過ぎた報道統制ではないですよね。報道陣に取材をさせてあげたいから、あまりね、目立った格好やったら、たくさんね、集まって警備とか難しいんで、より自然な形でね、写真を撮影してって感じでお願いしたんでしょうね。まあ、これがね、行き過ぎた報道統制って感じで、まあ、そうしたらね、悠仁さまなんかはどれだけね、行き過ぎてるんですかね。こういう形でだったら写真撮ってもね、いいでしょって感じでお願いしてるのに、悠仁さまに関してはどんな形であれ写真はね、 NG ですからね。まあ、いかにね、この時代が終わってたのかが分かりますね。ただね、まあ、令和になって雅子さまもね、少しずつ回復して、愛子さまは立派な大人になったわけですね。まあ、それでね、公務に出れば愛子さまフィーバーが起きるわけですね。で、まあ、今年に関しても天皇ご一家がクリスマスキャンドルを和やかに囲むようなシーンを国民が目にする機会に恵まれるかもしれないということですけども、まあ、それはさすがに、ね、難しいでしょうね。まあ、深夜とかのイルミネーションだったらね、あるかもしれませんけども、どうですかね。ちなみにね、クリスマスは皇室にどう定着していたんだろうということですね。
そもそもね、天皇ファミリーのクリスマス事情を紐解くと、昭和天皇の生涯を宮内庁書陵部がまとめた唯一の公式記録集、昭和天皇実録の記述に記載されているんですね。東京書籍からね、出版されていて、昭和天皇が6歳だった1907年12月18日の日付で皇太子だった大正天皇と同日よりクリスマスの靴下に入った玩具をもらったようですね。まあ、意外にもね、クリスマス前にもらったわけですね。まあ、18日ですからね。ただまあ皇室でもね、この頃すでにクリスマスプレゼントを贈る西洋文化を取り入れ始めてたとわかるわけですね。まあ、最初はね、12月18日ですね。クリスマスの1週間前って感じで、この頃から始まったんですかね。織田信長が生きた戦国時代にスペイン人宣教師のフランシスコ・ザビエルによって日本にね伝えられたキリスト教は江戸時代の鎖国を経て明治時代に再び流入したわけですね。一般大衆に自由主義が広まった大正デモクラシーを追い風に国内で定着していたようですね。キリスト教の主要なイベントとしてイエス・キリストの誕生日を祝うクリスマスも同時に定着して、欧米文化を好んだ大正天皇が天皇家でもファミリーイベントに取り入れたってのが通説みたいですね。まあ、つまりね、天皇が広めていったってことかね。なんかまあ意外ですね。さらにまあ偶然にもね、1926年12月25日に大正天皇が崩御したから、まあ、クリスマス当日がね、大正天皇祭っていう、まあ、国民の祝日になったわけですね。だからね、イベントに、ね、なりやすかったわけですね。まあ、サンタクロースとか賛美歌とかね、クリスマスツリーなどね、クリスマスの風習がさらに普及するきっかけになったわけですね。なんとなくね、それ聞いちゃうと亡くなった日に関しても陰謀論が飛び交いそうな話ですね。太平洋戦争後、宮中でも国際親善の席で背広などの洋服といった西洋文化が推奨されていたわけですね。まあ、海外からね、招いた客に関しては塩ビ服にローブデコルテの様相と洋食のね、フレンチの宮中晩餐会で公式にもてなすようになるわけですね。まあ、そういえばね、まあ、令和に入ってからこのね、フレンチが和食に変化しましたよね。ちなみにね、明治維新後に国が推し進めた国教としての神道の信仰は戦後の皇室周辺に根強くね残って、まあ、神道とキリスト教の摩擦を生んだようですね。まあ、その摩擦にね、さまざまなバッシングに美智子様も巻き込まれたとこですね。まあ、上皇様の弟の常陸様は侍従だった村井氏がキリシタンだったことからキリスト教に理解があるとこですね。それでね、皇室に嫁いでおよそ5年が経った美智子様について当時常陸様がね、昭和天皇に、まあ、聖書の話がしやすいとおっしゃったことで昭和天皇がね、激怒したわけですね。それでね、美智子様に対して二度と聖書の話はしないようにと叱りつけたようですね。まあ、ちなみにね、美智子様は土下座して謝ったっていう噂話もあるようですね。これなんかすごいですね。美智子様が土下座して謝ったってことね、まあ、噂話ですけどね。まあ、土下座までしてね、それが逆にまあ恨みに変わって逆にね、いじめてやろうって感じの気持ちになっていたら恐ろしいですけどね。頭のね、お皿の色とかで、まあ、今日の機嫌とかが分かるとかもあるんかもしれませんね。美智子様に関しては両親もクリスチャンで皇太子妃候補に選定した上皇陛下の教育担当責任者の小泉進三さんも熱心なクリスチャンだったんで、まあ、この話はね、事実であるかのように語り継がれてたとこですね。この噂話は真っ赤な嘘だと後年になって指摘がなされたということですけども、まあ、こうしてね、キリスト教はタブーという見方がしばらく定説となっていたとこですね。まあ、このね、真っ赤な嘘っていうのは美智子様が直接語ったんですかね。誰も本当か嘘かは証明できる人は今となってはいないですね。むしろね、嘘と証明できるように週刊誌を美智子様が買収していたっていう見方もできますからね。だからまあ、どこの週刊誌に関しても美智子様を持ち上げまくるんだっていうね、見方になりますよね。あれだけね、批判しまくってて今ね、持ち上げまくってる背景には何があるのかですね。手のひらを返して美智子様を持ち上げまくってるのはなぜなのか、持ち上げ出した頃の記事がヒントになってるかもしれませんね。なんかね、批判して銃弾を撃ち込まれた事件がありましたね。そういったのが関係してるんですかね。まあ、美智子様が雅子様に土下座とかをさせてなければいいんですけどね。まあ、宮内庁も令和なわけだから両陛下を守ってほしいですね。なんかまあ、宮内庁はね、いまだにまあ美智子様が皇室のトップって感じの扱いをしているように思いますね。まあ、車椅子のね、福祉車両に関してはどう考えてもね、上皇ご夫妻の車両でしょうからね。でまあ、美智子様に関しては手術からね、1ヶ月で T 字の杖を使わずに歩いている映像が捉えましたよね。しかもね、まあ、職員の補助がいませんよね。杖もね、なんかほとんどね、使ってませんでしたよね。職員の補助もないし、杖もほとんど使ってなくてスタスタとね、歩いてますね。
本来は仮にね転倒した事実がなくても高齢者だし職員がそばにねいて転倒しないように補助してあげるべきなのに、美智子様は二動作歩行してたわけですね。普通はね歩けても一歩ずつしか歩けない三動作歩行になりそうですけども、まあ、元気ピンピンですね。でもね上皇職には医師が6人ねいてんのに、誰もね補助に入らなくてもねいいっていう決断をしたわけですね。美智子様がね明治神宮を参拝する時ですらね骨折してない状態で足の状態がね悪いからということで職員の補助があったわけですね。骨がしっかりしてたら1メートルもねないところの高さからこけるだけだからね、まあ、骨折は普通はしないですよね。しかもね美智子様に関しては学生時代に関東学生ランキングの第4位になるぐらいテニスが得意だったわけですね。まあ、そしてねスポーツも得意とウィキでも書かれてましたよね。つまりね、まあ、反射神経があったらこける時にとっさにね手でね支えますよね。手で支えたら骨折までは普通はいかないですよね、まあ、逆にね手がなんか負傷とかそういうのあったかもしれませんけども、手で支えて右大腿骨に関しては骨折はしなかったでしょうね。だからねやはりまあそのぐらいの高さから転倒して骨折だから、まあ、骨粗鬆症に関しては間違いないでしょうね。それだったら1ヶ月であそこまで回復はおかしいですね。骨粗鬆症じゃない人が1ヶ月で回復はねあるんかもしれませんけども、骨粗鬆症の患者が1ヶ月であそこまで回復するのはおかしいんちゃいますかね。まあ今回ねなぜね兵庫県の斉藤知事が当選したかっていうと、メディアが嘘をついていてネットがね正しいと思ったから票が入ったわけですね。これから宮内庁とかメディアの情報よりもネットの情報の方が正しいと世間の流れとかも変わってくるかもしれませんね。まあそれにしてもね宮内庁は皇族の揉み事に関してもしっかりと解決に向けて動いてほしいですね。まあそれにしてもねやはりまあ悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されていますか。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。概要欄に Amazon アソシエイトリンクを貼っているんで、何かお買い物をするときにこのリンクから飛んで好きなものを買い物してもらえると僕に少し紹介料が入るんで嬉しいです。またねメンバーシップでも定期的にどんな商品が購入されたかも発表しようと思います。誰がね購入したとかそういったことは分からないんで安心してください。皆さんのサポートがこのチャンネルの成長に大きく貢献するんでよろしくお願いします。またねチャンネル登録もまだの人は登録お願いします。